おー、この前動画出した東郷だ。で、今回はね、デスパイネ選手をね、使っていきたいんですけれども、まあ、本題は違いますよ。本題はサムネイルタイトルにある通り、イサミ選手でございます。はい、野村イサミ選手で、こちらがね、代打丸ついて、超強化されてるみたいなんでね、使っていきたいと思います。もちろんね、代打丸なんで1打席目からね、こう代打出して、しかも好調。しかも好調代打がこれ相当強いよ。もう上がりに上がりまくってます、これ。25、25上がってんのかな。うわあ、いいボール。ちょ、なんか、こんなとこあんま曲がんねえな。ただ、三振出ちゃった。かー、スタート大手のチャンスでデスパイね。これ結構ね、普通に重要な場面。で、相手の人ね、レートの割になんかめちゃめちゃ上手い人だから、これまずいね。上手いんだよね、普通に。いや、こんなね、相手のね、サブアカっぽい人に負けたくない。普通、俺もね、なかなかサブアカなんだけど。よしよしよし。まあ、でも私はね、もう適正レートまで持ってきてるサブアカなんで問題ないと思うんですけど。さあ、まずいコマンダー、マキシマ。でも、校長。校長、イサミは強いんですよね。やっぱりね、イサミはね、飛ばすんですよ。このね、ミートの小ささと、パワーの強さと、プルヒッターがちょうど良くてね、めちゃめちゃ打球が飛んでくれるんですよ。いや、いいバッターだよ、ほんとに。はよっ。シュートー、はい、オツー、サブアカオツー。さあ、逆転してデスパ、いいね、回ってきたよ。さあ、イサミにもね、回ってくるからね。来たー、甘いボール、左中間は破るかな、破るかな、破る破る、このパワーなんですよ、広角。いいね、成敗でございます、これが。それで、自分擁護するみたいでね、あれなんですけど、やっぱ適正レートのサブアカだったら、いろんなチーム使いたいから、いいと思ってるから、私もサブアカ使ってるんですよ。私今もう、レート55ぐらいまで来てるんですけど、相手もう、44とかだったからね、そんなことでサブアカを許してはいけない。そう、ということで、成敗します。高成敗、種目センターへ抜けていく、なぜかダイソー出していない。消え詰まった。よーしゃ、ボコボコー。ほら見て、この F945.80。こいつ8連勝じゃね。おつんごー。さあ、気持ちいい感じで2試合目やっていきます。よろしくお願いします。デスパイにもね、やっぱ広角持ってくから、強いね、センターへね。やっぱ強い打球放てるんですよ、広角っつうのは。さあ、そしてイサミ、やっぱね、でかくなり方がいいわ。代打っつうのは、あー、惜しい。めちゃくちゃこの大瀬のカットも上がんな。まっすぐレフトはちょっと、そこ寝たな。でもここまで飛ばせる、いい打感よ。普通にさ、帰ってきて即高額ついてるっつうの結構強い。いいんすよ、本題はイサミなんでいいんですよ。イサミがね、本当に強い。レフトへ上がり方はいいね。打感もいいんだよね、このスラッとしたフォームでさ、インコースも見えやすい。早っ、ちょっと待って、早すぎる。ボールがカーブ、ごめん、ミートした。ごめん、ミートしたけど抜けていく、ナイスヒット。ねえ、ちょっと、なんとも言えないヒットやね。足も速いからさ、盗塁できんの、これ。はい、スタート。いや、盗塁が楽々できます。なんていう素晴らしい選手。エンドラン。いやはー、最高の形。三塁に行く。素晴らしい。さあ、ここでデスパイネ、併殺持ってんのか。ちょっといやらしいけど行くよ。進化。ただ、村上くんが非常に強いのが怖いんですけども。あー、早い早い、突っ込め突っ込め突っ込め、うわ、やばい、デスパイナ、押し遅い、おっそ、ブッサ、あー、勝負してる。良すぎる、そのボール。もう一回来んじゃない、来た。ブッサ、サード、ナイス、イサミ、いい守備や。さあ、ラスト出すかもしれませんね、打っていきます。打って終わりたい、最後ぐらい打って終わりたい、このカスミートで。もうまっすぐ投げてきてくれたらな、絶対打てんだけど。あーブッサ、終わりでいっか。ブッサ、強さがね、多分分かったと思うんで、こんな感じで。ブッサ、はい、終わりです。はい、終わり、じゃあ終わり。ブッサ。